はい、本日も始まりましたコネパ放送局。今回はコンビニのローソンでテレビアニメの東京リベンジャーズ、こちらのグッズが先行販売されるということでね、こちらの情報をお伝えしていこうと思います。少し短いんですけど、お付き合いいただければ幸いです。というわけで、今回コンビニのローソン、こちらで東京リベンジャーズ若さからのアクキーがローソンにて先行販売されるということなんですよ。アクリルキーホルダーコレクション和傘シリーズとして販売されるのが2022年6月17日の金曜日から発売されるということです。で、北海道、九州、中国地方に関しては18日の土曜日販売が開始されるということですね。で、ローソン標準価格は1個770円の税込みになります。で、置いてある場所はローソン店内雑誌コーナーにて販売されるので、多分そちらの方を探していただければあるんじゃないかなと思います。で、こちらのアクリルキーホルダーコレクション和傘シリーズ全8種なんですけど、本体サイズが高さ約6センチ、素材がアクリルと鉄、パッケージにはいずれか1つが入っています、お選びいただけませんということなんで、こちらはブラインドパッケージということで、欲しいキャラがね当てれないということ、ちょっと厳しいかなと思うんだけど、今回のデザインキャラクターは花垣武道、立花直人、佐野万次郎、竜宮寺健、馬地圭介、松野千冬、三谷隆、木崎哲太、こちらの8キャラクターになりますね。和柄デザインがね、めちゃくちゃかっこいいよね。キーホルダーっていうことなので、結構いろんなところにね取り付けできるので、よければね、東京リベンジャーズ好きな方はぜひお買い求めください。はい、ということで、今回コンビニのローソンが東京リベンジャーズのね、アクリルキーホルダーコレクション和傘シリーズ全8種、こちらを販売するということで、6月17日金曜日より、もしくは北海道、九州、中国地方の方は18日より販売されますので、よければお買い求めください。はい、そんな感じで終わります。バイバイ。